だにペリーが引き連れてきた黒船来航からおよそ150年後、日本競馬界にも黒船がやってきた。その名も黒船。金越の勝負服をまとってやってきたその馬は、父はデピュティミニスター系のフレンチデピュティ、彼は後年黒船の活躍で輸入されることとなる。母はブルーアベニューというアメリカ生まれの外国産馬だった。時は2000年。調教でも抜群の動きを見せていた黒船は、立東の松田国秀調教師の下デビューした。距離は芝1600であった。あっさりとデビュー勝ちとはいかず、松永美希王瀬にまさかの2着に敗れた。しかしながら相手はオープンまで出世する、エイシン・スペンサーだった。あれだけ詰まってたら仕方ないというところだろうか。2着から折り返しての新馬戦は1倍台の指示に応えて快勝。ちなみに、3着馬は後の菊花賞2着馬マイネルデスポットだった。懐かしいな。2歳秋で期待馬が勝ち上がれば、次に重賞を使うのはよくあるケースだ。目指したのは年末のラジオ短波杯。年末の阪神2戦で行われる出世レースだ。今はラジオ日経杯京都2歳ステークスと、名前を変えているが、時期も開催競馬場も違うな。そしてこの年のラジオ短波杯は伝説の一戦となった。伝説って？無刀流儀やめろ。メンバーは黒船以外に、ジャングルポケット、アグネスタキオンが失踪していた。私、知ってます。この2頭のネタバレは後にしよう。とにもかくにもこの時点での一番人気は黒船であった。アグネスタキオンは新馬勝ち直後にここに失踪。ジャングルポケットは新馬と重賞を勝っていたものの、どちらも5番人気と人気するタイプではなかった。鞍上は角田だったからか。失礼なやつだな。さて1番人気に押された黒船は、流れに乗って先行柵の競馬。このレースは落ち着いた流れの競馬になった。これは屈指の末脚を持つ黒船にとって、もってこいの競馬であった。しかしこのレースでは勝手が違った。万全の手応えで直線に向いた黒船だったが、抜け出そうとしたところにあっという間に黒船をかわしたのは、アグネスタキオンだった。そしてトニー・ビンらしく徐々にエンジンがかかってきたジャングルポケットにもかわされてしまった。苦しい競馬になったな。それでも4着には5馬身離している。いかにこの上位3頭が抜けているかわかるだろう。そして勝ちタイムはレコードのおまけ付きだった。勝ったアグネスタキオンはダービーバーグネスフライトの弟。そのスケールはこの時点で兄以上とも言われ、また年度外老馬の投票でもこの馬に票を投じた者がいたくらいだ。この年はオペラ王のグランドスラム達成の年だったよな。ひねくれた投票にしてもそれほどのインパクトがあったってことだな。さて黒船はこのレースで負けはしたが、陣営の最大目標はあくまでダービーであった。年明け初戦は共同通信杯の予定だったが1トンがあり、黒船が自走に選んだのは登場最終便と言われた毎日杯だった。 TM オペラ王がここからサツキを勝っていたな。さて、ラジオ短波杯で黒船を任した。アグネスタキオンは弥生賞を圧勝。ジャングルポケットは共同通信杯を完勝。そして黒船は1倍台の人気で毎日杯へ挑んだ。鞍上は松永美希夫がドバイに行っていたためし広文に乗り換わるも結果はもちろん圧勝。しかも相手はコイントスや大宅バートラムといった G1 でも健闘する馬たちであった。さらに4着のルゼルは青馬賞を制している。黒船陣営が自走に選んだのは皐月賞ではなく NHK マイルカップだった。このレースからは武豊を鞍上に迎えた。ついに来たな。初めての東京、1600などなんとか不安要素を探す者もいたが、結果はあわや大金星かと思われた。グラス栄光をゴール寸前で捉えて勝利。一等別次元の競馬、東京でその真骨頂を見せたのだった。このレースは何度も見たな、すごいの一言だった。さて、解放元年のダービーへ殴り込む黒船であったが、この年のクラシックの勢力図に異変が生じていた。皐月賞を制していたアグネスタキオンが故障で戦線を離脱していたのだ。皐月賞で2着のダンスフレーム、3着ジャングルポケットがダービーに挑んでいた。人気は東京での挽回が期待できるジャングルポケットが 2.3 倍。黒船が3倍ちょうど。少し離れてダンスフレームが 6.1 倍。オモババの2400で迎えた一戦。黒船は後方からの競馬となった。同じ8枠のジャングルポケットをマークするような展開となった。スペシャルウィーク、アドマイアベガ。そして2着となったエアシャカール。武豊はダービーでの乗り方を熟知していた。前は TM サウスポーが飛ばす中、先に動いたのは黒船だった。直線入り口ではダンスフレーム、ジャングルポケットよりも前に出た。あとは直線で自慢の末脚を披露するだけであった。しかし伸び足を欠いてしまう。伸びてきたのはオモババをものともしないジャングルポケットだった。しぶとく伸びるダンスフレームを振り切ってのダービー制覇であった。結局ラジオ短波杯組がサツキ、NHK、ダービーを制したか。黒船は苦しくなって5着だったわね。
やはり距離は2000あたりがベストということだったか。さて、問題は秋である。菊花賞が向かないのは明白な黒船が目指したのは、天皇賞秋だった。確かに NHK の末足からも2000ならって感じだな。まず秋の初戦は神戸新聞杯が選ばれた。ここはダンスフレームこそいるものの、ジャングルポケットも不在。本来なら一番人気になり得たところだったが、最強世代と言われるだけあって別路線からタレントがやってきた。レインヒル3区の丸ガイ、エアエミネムだった。エアエミネムはクラシックこそ不失走だったが、残念ダービーとも言われていた小松賞、そして夏の友恵賞、札幌記念も制していた。そしてこの札幌記念ではジャングルポケットを任していたのだ。おまけにどれも完勝と言える内容で、神戸新聞杯で1倍台に支持されたのも頷けるだろう。その神戸新聞杯ではエアエミネムが勝利、黒船は3着に敗れた。となると2着はダンスフレームか。いや、サンライズペガサスだった。この馬もこの世代か。何度も故障したけど何度も復活したんだよな。ちなみにキサラギ賞、スプリングステークスを1倍台で制した。アグネスゴールドは8着に敗れていました。こちらはタキオンの対抗馬とも言われてたよな。故障に泣いたわね。南米で守護馬として大成功して、そのポテンシャルは確かだったわね。さて黒船陣営が目指してのは先ほども言った通り、天皇賞秋だった。この年は G1 8勝に王手をかけていた TM オペラ王、そして名勝ドトーや成田トップロードが出ていた。黒船は出走を目指したが事件が起きた。この前年のマイルチャンピオンシップを制していて、前走で南部杯を制していた外国産馬、アグネスデジタルが出走してきたのだ。天皇賞の外国産馬枠は名勝ドトー、そしてアグネスデジタルとなり、まさかの黒船は締め出される結果となった。かわいそうなことにこの年は13頭立てだったが、これも当時のルールで仕方のないこと。陣営はならばと血統背景も考慮し、同州の武蔵野ステークスへの出走を決めた。もともと翌年にフェブラリーステークスを使う予定だったのも大きいだろう。初めてのダート、高いポテンシャルを持つ黒船であったが、副賞は 1.4 倍とやや不安視されていたのは間違いない。そしてレースを迎えた黒船は先行集団で流れに乗ると、直線では突き放す一方、G1 馬イーグルカフェ相手に9馬身差の圧勝だった。勝ちタイムはレコードの1分33秒3、衝撃の一言であった。そして黒船が出走する予定だった天皇賞秋は、ヒールを演じたアグネスデジタルが、これまた TM オペラ王の大記録を防ぐ金星を挙げた。黒船の松田氏、アグネスデジタルの白石の判断の賜物だったと言えよう。衝撃のダート戦を披露しただけあって、次走にはジャパンカップダートが選ばれた。ここにはこの年のフェブラリーステークス、前年のジャパンカップダートを制していたウィングアロー。アメリカからいっぱい G1 を買っていたリドトレスも参戦していた。紹介が雑か。いっぱい買っているのだから仕方ないだろう。黒船は17倍の人気であった。ダート2100はスタミナも要されるが、そんな不安は黒船には関係なかった。道中は後方に追走するとまくり気味に進出。多少は意図したもあっただろうが能力の違いで上がっていったという表現が近い。直線では先頭だったがそこからダートで35秒台の末足を披露し圧勝。こんな馬は後にも先にも見たことがない。結果は7馬身差の圧勝だった。ちなみに後方から差を詰めたウィングアローが黒船と同じ上がりタイムであった。いかにズバ抜けた能力を黒船が披露したかがわかるだろう。結果はもちろん前走に続きレコードであった。ジャパンカップダートの後は休養に入り、翌年にはダートで行われる世界最高賞金競争ドバイワールドカップを目標とすることが決定していた。ちなみに有馬記念のファン投票では TM オペラ王に次ぐ2位に選ばれていた。しかし、12月25日フェブラリーステークスに向けて調整されていた黒船は、右前前屈腱炎を発症、少なくとも9ヶ月の休養が必要と診断され、翌年に出走を予定していたドバイワールドカップ、ブリーダーズカップクラシックへの出走プランは全て白紙となった。そして間もなく引退が発表されたのだった。夢の続きを見たかった。主戦騎手の武豊は大きく落胆し、調教師の松田国秀は次のように語った。人を殺したわけじゃないけど、私の中ではそれと同じくらい、大変なことをしてしまったという思いが強かった。毎日の調教を私が指示して、確認して、その繰り返しの中で起こった故障ですから、松国という人間は馬の世界しか知りません。そんな自分が自信を持ってやったことが、まるで否定されたかのようで、黒船は G1 を2つ勝ちました。レコードタイムも4度マークしました。けど、その勲章と、懸念と警備員にかけたら、はるかに懸念の方が重いんです。たとえダービーを勝っていても、同じ気持ちになっていたと思います。
わずかダート2戦で史上最強のダート馬の名を決定づけた黒船は引退。もちろん JRA 賞の最優秀ダート馬に選ばれ、北米のハンディキャッパーからも高評価を得た。翌年に守護馬になった黒船は父としても活躍。初年度からは夫妻チリシャールを輩出した。牝馬の活躍も多く、黒船来航から連想した秀逸な馬名で知られるスリープレスナイト。カレンちゃん、ホエールキャプチャー、ダートで活躍したホワイトフーガ。そして晩年にはアエロリットや白毛の育ちが活躍した。後継守護馬は TM 迅速のみで苦戦が強いられるだろう。育ちは今も現役だしまだまだ父黒船の字面は拝めそうだな。2021年に老衰でこの世を去った黒船。視線の竹豊が2003年に語った凄さを感じたのは、オグリキャップ、サイレンス鈴鹿、そして黒船と語った。世界に手が届きそうだったんだがな。というわけで今回は黒船のお話でした。ちなみに中の人が一番見たかった F のレースが黒船のドバイワールドカップでした。普段はゲーム実況動画をアップしているぜ。そちらもぜひ、チャンネル登録高評価もお願いいたします。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。